ですか、この時にはこういうコーヒーを飲んでほしい、例えば、はい、まあ、夏じゃないですか、うん、はい、夏にはこのコーヒー飲んでほしいとかってあるんですか。あ、まあ、あの夏にはというよりは、はい、あのコーヒーはやっぱり旬があるので、はいはいはい、あの生産地に産地によって、はい、あの収穫期が全部違うので、あ、なるほど、まあ、我々鮮度を重視するので、はい、あのやっぱり日本に入ってきて鮮度のいいものっていうのをどんどん使っていきますので、うん、あの今はこれがいいよ、状態がいいよっていうものを並べるので。本当に八百屋さんと一緒ですね。そう、確かにそうですね。なんですよね。だからあの割とね、あのうちの常連のお客さんっていうのは、うん、私はブルーマウンテンしか飲まないとか、うん、私はコロンビアしか飲まないとか、そういう人よりはあのなんかいいの入ってるっていうような感じで飲んでいただく、まあ、それが一番いい飲み方なんですよね、はい、一年中コロンビア飲んでる人ってあの楽しめてないです。コーヒーを、その時いいものっていうのはやっぱり飲んで、やっぱりコーヒー好きとしての視野も広げていただきたいなと。季節によって全然違うんですね。じゃあ思いますね。じゃあこう旬の粉を、粉っていうか豆を買ってきてそれを飲むって、うん、いただくってね、はい、いいですね。すごい贅沢っていうか、ねえ、ね、やっぱり農作物なので、あとはあのその年良かったものとか、うんうん、この前の去年飲んだコーヒーが今年も美味しいのが必ずあるとは限らないですよね。今年は出来がいまいちだったとか、あ、そうか、まあ、今年はすごく出来がいいとか、はいはい、あのそういったこともあるのが常識ですので、うんうんうん、はい、あ、飲むのかの銀ホタルさんが沖縄産の豆も扱ってますかって。あ、沖縄産のコーヒーは扱ってません。沖縄産って本当にないんじゃないですか、はい、やっぱり量は少ないと思いますけど、はいはい、あの頑張って生産してる農家さんとかは、うん、あのいらっしゃいます。はい、ギリギリできるんですよね、この沖縄。あ、はい、あ、そうなんですね、はい、沖縄であのちゃんと生育してますね、はい、うん、やっぱりね量はすごく少ないので、あのそこのね、まあ、商業ベースというところには、うん、なかなか乗っていく。思い出した、野中の銀のホタルさん家にもコーヒーあるんでしょ。そう、なんか昔言ってたの思い出した。え、あ、いいの、コーヒーの木がある、木があるって、うんうんうん、あ、あ、そうなんですね。コーヒーの未熟したら甘いですよねって聞いて。甘いですね。そうです。コーヒーの実ってどんなんでしたか。コーヒーってあの、まあ、コーヒーチェリー、はい、コーヒーの果実、うん、コーヒーチェリーって言われるんですけど、はい、あの、まあ、あの熟すと赤く熟す、はい、品種によっては黄色く熟すというものがあるんですけども、はい、まあ、それを完熟したものの種子、種ですね。それが我々が扱っているコーヒーなんですよ。はい、種か、まあ、果実の種子が、いわゆるコーヒーマン。知らなかった。あ、そうなんですね。ちょっとなんかそういう基本をばっかり聞いて申し訳ない。申し訳ない。すみません。とんでもございません。お店の宣伝をしない。そうですよ。そうですよ。はい、またコーヒーさんね、はい、昨日にありますから。昨日にあります。住所何になるんですか。宜野湾市宜野湾です。の3-17-3です。すみません。はい、宜野湾市宜野湾3-17-3。はい。長田交差点、はいはい、から沖国の方に向け入っていただいて、沖縄国際大学と長田交差点のちょうど間ぐらい、信号の下にあります、はいはい、行きやすいところなんで、はい、ぜひぜひ。このカフェスペースも10時から7時まで空いてます。あ、はい、空いてます、はい、定休は月曜ということで、はい、はい、めっちゃいい匂いです。よろしくお願いします。こっちが果実感強いらしいですよ、エチオピアさん。匂いが違うのは分かる。なんかすごい、これでもね、言葉で言うの難しいですよね。エチオピアの方が、うん、わーっとなんか深くふわーっとこう広がるような気がしました。深い感じがします。コロンビアに比べるとだいぶやっぱり特徴的というか、あのコロンビアの方はまあ、少し香ばしく仕上げているというか、はい、そういった感じ、はいはい、これはあまりあの極力香ばしさを出さないように、うん、あの仕上げたコーヒーです。すごい、
かよくわからなくても、うん、あの山田さんに、ね、こういうのどんなんがいいですかね、そうですよね、聞きながら教えてもらいながら、ね、うん、お店でも試して、うん、でよかったら買ってみたいな、買って、うん、でまたお家での例えば美味しい入れ方とか、はい、も教えていただいたりとか、はい、もちろん、ああいいですね、優しく教えてくださいます、はい、ぜひおすすめです、はい、ありがとうございます、ございます、じゃあ一言最後にアピールをお願いします、はい、あんまし飲めないコーヒーが飲めると思います、あ、はい、ぜひコーヒー好きな方は一度お試しください、うんうん、はい、いいですよね、はい、もう毎日飲んでるっていう人とかも、うん、はい、たまにこうね飽き飽きしてくる時あるけど、うん、そうそうそう、そういう時にちょっと刺激がある、はい、ね、はい、飲まないと後悔しますけど、おー、いいですね、はい、でまた季節ごとに新しいのが入ってくるんですね、はい、わかりました、あ、人生送りバンドさんがコーヒー好きになりました、ありがとうございました、飲んでないのに、飲んでないけどお話聞くだけであコーヒーってそんなんなんだっていうところでね、こういうとこあるんでしょうね、これがまあ送りバンドみたいな、確かに、確かに相手をどんどんこういうとこある、ね、敬ってさすが送りバンドさん、はい、宜野湾市宜野湾にあります山田コーヒーさんに来ていただきます、山田さんでした、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、緊張した、本当ですか、本当ですか、これなんか申し訳、途中でなんかね、ちょっとこれコーヒーの話、ちょっとコーヒーの山田コーヒーの話じゃなくて、いい、どうもありがとうございます、半分こしてもう、ね、あの自宅で、はい、まあでも視聴者プレゼントってなんかちょっとリアルです、ね、いや、なんかちょっとたまにあるんで、あ、たまにあるんですか、聞いてる人は言ってくれたら持ってきましたね、人生送りバンドだまたね、今度ね、うん、はい、あ、これって通販をやってるんですか、あ、やってます、ネットショップもあります、通販、そうですよ、はい、通販、通販、はい、通販アップで映してる感じや、あ、ここにあるのか、はい、どこ見たら、あ、見てますか、あ、はい、あ、俺の紙袋がおしゃれです、あ、おしゃれ、いいですね、そんなことないのに、はい、あ、違うわ確かに、確かに違う、この間ね、でもあのスタジオにお邪魔したんですよ、あ、スタジオで40分ぐらい喋ってた、あ、はい、この画面で僕コーヒー入れたりしました、なんかね、ミキサーの人とパーソナリティー飲みながらやって言ってこればよかったですね、すごいあ、そう、はい、はい、ありがとうございます、こんなにいただいてすいません、ありがとうございます、遊びに、あ、なんかゼリーとかもあるって言えばよかった、ゼリー、なんかアピールするとしたらゼリースイーツとかも出してますね、あ、そうですね、コーヒーのですか、あとあのちょっとこれ今度は羽衣祭りの特番が生中継やるんですけど、あの CM を作ってまして、およかったらもうほとんど CM 制作にだけみたいなあれでやってるんで、はい、見ときます、はい、なんかありがとうございます、長いことお待たせして、ありがとうございます、ありがとうございます、またぜひ遊びに来てください、あ、はい、来ます、はい、失礼します、ありがとうございます、もうなんか匂い嗅いでるだけで幸せだ、ね、失礼します、ありがとうございます、ありがとうございました、あ、本当に似てる山田、山田孝之、山田で何でしたっけ名前、山田博之さんです、博之さん、
ハロー警報って警報出ますね。あ、でも赤の警報。赤の警報。あ、ハロー警報ですね。でも遊泳禁止ではないですね。まだそこまであれなのかな。強風とハロー。あ、沖縄。全部ですね。全域。昨日全域ハロー警報。サンブリーズをお送りしております。はい、お願いします。ではここでお天気と道路交通情報をお伝えします。はい、じゃあまずはお天気からですけれども、ね、現在沖縄県全域に波浪警報が出ております、はい、ですがトロピカルビーチは遊泳禁止ではないですね。そうですね、まだね、あの遊ばれてますね、はいはい、入って大丈夫そうですね、うん、はい、いやいや、まあね、流れ早いですけど、確かにね、うん、確かにやっぱいつもよりも、ね、風とかもちょっと強いかなと、ね、先ゴワーって突風が吹いたりとかしてたの で、ね、はい、はい、お気をつけください。はい、お願いします。はい、ではお天気、今日は曇りです、はい、北東の風やや強く、後強く曇り、波は4メートル後6メートルでうねりを伴うでしょう、うん、あ、だいぶですね。そうですね、確かに、ね、この後は雨の降る確率 20% です。はい、明日は雨時々曇りです、うん、明日は昼過ぎからは雨の降る確率が高くなってます。そうですね、 70% になってます、はい、明日の最高気温31度が予想されております。はい、行きましょうか。はい、そして、はい、沖縄本島地方では今日夜遅くからうねりを伴った高波に警戒してください、うん、夜の初め頃から強風に注意してください。明け方からは発達した積乱雲の下での落雷や竜巻など激しい突風に注意してください。明日はちょっと天気が荒れそうな感じが、そうですね、ね、しますね、はい、沖縄本島と八重山地方太平洋高気圧に覆われて晴れていますが、宮古大東島は台風18号の外側の雲がかかり曇っています。強い台風18号は沖縄の南にあって西北西に進んでいます、はい、明日は台風18号の影響で沖縄本島地方は荒れた天気になるでしょう、うん、雷を伴い非常に激しく降るところがある見込みです。注意してください。台風、ね、18号が来てますからね、はい、強い風に注意してください。はい、そして以上お天気でした、はい、続いて道路交通情報です。まずは沖縄自動車道です。現在金インターチェンジの付近に故障車、上り車線に故障車が止まっております。前方に注意して走行してください。金インターチェンジです。続いて一般道です。はい、どうも。さあ、こちらどうぞ。
と王者さんから前腹向き渋滞しています。あとは335線石井田と、これどこかな、あずけらんから石井田向き渋滞しています。あとはづけらんからライカム向き渋滞しています。国道58号は伊佐交差点付近那覇向き渋滞、そして伊佐から茶壇向き国際道路入り口付近まで断続的に渋滞しております。はい、あとは浦添牧港からぐすくまの間両方向で渋滞しております。今日も安全運転でお過ごしください。はい、お願いします。以上、お天気と道路交通情報をお伝えしました。はい、はい、サザンブリーズをお送りしております。今日はね、トロピカルビーチから、まあ、警報が出てるんですけどまだまだ全然遊べる感じですね。そうですよね、今も目の前でまたバーベキューのセットが売れていきましたねいいですね。いいな。逆にこのぐらいだったらね、風があって気持ちいいですよね。ああ、そうですね、まあ、まだまだもしかしたら夜になったらちょっと冷えちゃう可能性もありますの で、 そうですけどね、そういうのも、はい、今日はまだ楽しめそうです。大丈夫です。はい、さあ、そして今日はテーマはね、うん、好きな飲み物。飲み物ですよ。私昨日ゲット3人あるじゃないですか。うん、わかります。3人3人ゲットよ、ムーチーの葉っぱよ。はぁなんでサングリアとかがすぐ分かって3人がすぐ分かる、なんでほんまにうちなんちゅな。いや違う違う、分からないっすよそんなん言われて分からんもんは分からんもんほんまに名護の人かな一応名護、ね、はい、あれのミーアルじゃないですか、うん、丸いやつ、丸の、はい、あれをちょっと拝借して自分が飲む分だけプチプチプチって8粒ぐらい昨日夕方飲んで、はい、煎じて飲みました。あ、煎じるんですね。煎じるっていうか、ただお湯に掘り込んで煮出したんですけど、美味しいんですよ。え、あ、それでもうすぐそんな飲めるんですよね。はい、多分なんかやり方あるかもしれないですけど、すぐ飲みたかったんですよ結構ね、美味しくて冷やして飲んだら、うん、なんかね、とっても美味しい。へぇ、で、なんかポリフェノール的なのもすごいいっぱい入ってるって、はいはい、怪しい情報ですなんか健康にいいらしいです。すごいな。あ、メール来てますか。はい、メールはね、いっぱい来てますよ、はい、あ、すいませんありがとうございます。はい、こちらが、お名前は沖縄コンビニセンターさん。沖縄コンビニセンターさん、久しぶりですね。あ、そうですね、こちらお二人様こんにちは。こんにちは。はい、お子様が好きなコーヒー、カフェが好きですね。ほぼ毎日飲んでます、うん、中年なのにごめんなさいってあれか、あのコンビニで売ってる紙パックのカフェって、あー、コーヒー牛乳みたいな、すごい甘いやつ。はいはいはい、美味しいな。美味しいですよね、あれは。美味しい、確か子供の時からってことかな。ね、そう、シンプルな感じ、中年なのにはい、そしてこちら、AKB ファンさん、お久しぶりですね。おい、ゆきちゃん、男の人のお名前は東です、よろしくお願いいたしますこんにちは。こんにちは。テーマ、好きな飲み物です。僕はですね、やっぱりコーラだなと。毎晩毎晩コーラ飲んでます。あとキレイとレモン、あの酸っぱさが最高です。以上です。ゆきちゃんの相方の男の人、小田裕二のものまでしてくれますかって無理だよ俺それも。あ、今封鎖できません。これどうなんだろう、今顔も込みで見てるから、うん、なんか面白いんですけど。面白い。ラジオ聞いてる人微妙じゃないですか、ね、今そら急にやったからねあ、無茶ぶりに答えてくれて。小田裕二にやったことないです。はい、東さんです、ありがとうございますはい、コーラ本当に好きですね。ギビマさん本当に毎晩飲んでるって。すごいな。毎晩は飲めないな。すごいな。はい、そして続いて、レモンとかでもね、飲んだことないけど美味しそう。いや、飲んだことない。そちら業務連絡、ね、飲んだことないんですか。え、キュレートレモン飲んだことないないですけど。ええ、あの酸っぱ い、 いや美味しいのに。ああ、今度飲んでみようね。はい、はい、そして沖縄コンビニセンターさん、はい、もう一ついただきました。え、安室奈美恵さんゲストに来てんのって
さっきの騙されてますよ、さっきの行けてますよ、行けてますよ大丈夫ですよじゃあ景色が綺麗な場所で一杯おごりますかねって確かカレーは飲み物の時以前聞いたことあるからおしゃれなカレーを一杯おごれば満足しますかカレーは飲み物ですか。逆に安室ちゃんの扱いそんなんだと受けるかもしれないですねもう皆さんどうせお姫様扱いするだろうから、なるほど、ね、逆にカレー飲んどけみたいな、飲んどけ飲んどけ飲み物で出されたらすいませんファンの人ごめんなさい飲み物どうぞこちらって言われてカレー出されたらどうしますストローとかストローついて飲み物ですからって出した人によるな、うん、一回乗ってあげると思います。あ、本当ですか。はい、そしてこちらですかね。はい、はい、あ、はい、さあ、雪姫あがりさん、あがりさんね、あずまね、はい、コーヒーは飲まないもみやいびしが、はい、ワンコーヒー飲んだら一日中ムカムカしてトゥルバってるさ、うん、好きな飲み物は玄米茶、美味しい、あれはあのおならみたいに香ばしい香りするからさ、雪姫なデジナと玄米茶飲むために湾のこと思い出さずよ確かにもういやいや頭が離れないんじゃないですか。モーミーのプーカジャー香ばしい香りがして素敵って思うはじって安心また野菜今玄米茶飲んでる人かわいそう、ね、かわいそう、ね、かわいそう、でもちょっとわからんでもない、まあ、香ばしい感じはね玄米のね、はいはい、それはしますよ確かに。玄米茶かーそんと飲んでないですけどでも美味しいですよね、ほっこりしますよねあったかいのね、はい、ありがとうございます。また大きなコンビニセンターさん、はい、安室奈美恵さんがゲストと思ったらゆきさんがモノマネしていたのですね本当は気づいてました、すいませんなんでこれ、はい、ですよね。でやっぱバレてたらしいです。惜しかったな、ね、バレてた、ね、ちょっと火曜日だから、はい、ちょっとね誰も引っかからないですよね。引っかからないかっていうかこんなところに来るわけないですよね、安室奈美恵さん。いや、そんなわかんない自分でこんなとこって言っちゃダメですよ、そんな何を言うてるんですか、はい、ありがとうございます。そして、飲み物ということで人生送りバントさんも最近ルートビアにハマってますと。ああ、美味しいですよね。僕飲めないんですよね、ールートビア。コーラは飲める、もちろんコーラはだったらもうオレンジ頼むな完全にオレンジですね僕は。絶対ルートビアだな僕でも本当にあの飲み物を、まあ、色自体もそうなんですけどね、はい、オレンジが好きなんですよ色で、はいはい、色もオレンジが好きだし、はいはい、飲み物もオレンジが好きなんですね、はい、でだから大体あの公演とか舞台の時に、はいはい、あのね鏡前って楽屋のとこ自分で作るじゃないですか、スペース作るんですよ、はいはいはい、いろいろこうタオル引いたりとか、はいはい、あの化粧品とかちょっとセットしたりとかして化粧水セットしたりとか、はいはいはい、でその中の必需品に必ず僕はあの1リットルのオレンジジュースをボンと置くんですよ。でそれでオレンジジュースをちゃんとこの舞台中にこう飲んで、僕はそれを必ず必需品として飲むもので置いてます。これはなんかブランドは決まってるんですか。いや決まってないです、特に。ああ、オレンジ決まってないです、ね、まあ、大体その100% では決めてますよ。100% のオレンジジュース、 100% オレンジジュースを置いて飲んだりとかします、ね、なんか師匠みたいですね。なんでですか。東師匠はもう絶対楽屋にオレンジジュース置いとかなそうそうそう僕はもう基本オレンジジュースを置いてあ、そうなんですね。いや飲んでますね、わかりましたこだわりの一つとしてはい、はい、キャス、はい、また人生、送りバントさん、オレンジジュース冷えてないと美味しくないですよね。いや、そう、僕冷えてなくても好きなんですよ。本当にゴエクエーションみたいですね。え、なんでですか。いや、コーヒー、ゴエクエーションさんのキャラ分かります、はい、いや、よ、分かんないです。そんなに分かんないですあ、まあ、大御所キャラなんですはいはいはい。で、あの、コーヒーは、あの、なんていうの、常温じゃないと怒るっていうキャラなんです、うん、あ、そうなんですね熱かったらダメだ、冷たくてもダメだ喉の病気してからそうらしいんです。へえ。ああ、沖縄に興味がなさそう。あとタコライスにコーラは最高ですよ。うん。確かに。組み合わせね。それはうまい。はい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 。確かにそう。やっぱジャンクフードなったらコーラかな。コーラですよね。コーラっていうより。コーラ発音がね、沖縄の人は。あ、コーラ。コーラね。はい。うん、コーラね、確かに。タコライスとかピザとかね、
まあ、コーラ飲みますね。ああ、いいですね、うん、そういうのにあったりしますね、はいはい、いや今日は飲み物の話意外といっぱいメール来ましたね。ね、たくさんいただいてますね。全部読んだかチェックしてみます。一応ね、はい、一応チェックしましょうね。はい、ありがたいですね、たくさんいただきましたよ。では最後にちょっとお知らせを、はい、どうですか。FM 沖縄よりお知らせです。今年も沖縄市最大のイベント羽衣祭りが開催されます。今年は第40回記念ということで いつも以上に熱気あふれる会場から FM 沖縄が生中継をお届けしますよ、はい、9月30日です、うん、はい、よろしくお願いします。土曜日の夕方5時から放送します、はい、ゲストも盛りだくさんです。そして MC はピーチキャッスルさん、宮川珠子さん、うん、ゆうこさん、あ、はい、ゆうこさん、そうです、そうです、OBP の、知ってます、知ってます、はい、ゲストに来てくださったからね、ね、わかりますよね、はい、はい、なんですよ、なんで、ファンの方はぜひ会場までぜひ遊びに来てください、ね、え、その会場に特設スタジオみたいな、はい、そこから放送すると、そうです、そうです、ほー、すごい、はい、羽衣祭り、場所はどこでもですか。この辺です。あ、この辺ですか。宜野湾海浜公園、海浜公園のとこでやると探り探りの体育館あるじゃないですか、あの近くです、うん、え、へー、あ、なるほどね。じゃあこの近くで、まあ、見れるということで、はい、はい、ぜひ特別番組聞いてくださいね。お願いします。質問がある人は電話 943-0094 番までお願いします。はい、はい、それではそろそろ終わりの時間に近づいてきましたね。あっという間に、はい、ちょっとコーヒーのいい話が聞けましたね。いや本当にね、コーヒーもね、本当にね、飲まないんですけど、飲まないんだ、あ、本当にもうお口の中が お子ちゃまなので、そうそう、コーヒー飲まずにオレンジジュースとかそんなばっかり飲んでるんで、うん、なので、あるかもしれないね、もしかしたらこれで、でもすごい嬉しい、こうやっていただいて、はい、こう、ね、飲むきっかけになるかもしれないんで、はい、お店の方にもまた僕も伺いたいなと。ぜひ皆さんも行ってみてください。はい、お願いします。ではお送りしたのは FM 宜野湾ゆきと、はい、東でした。また来週聞いてね。お願いします。明日もあります。はい。曲をかけるのかかけないのか迷う。最後いつもこんな感じ。ありがとうございました。ありがとうございます。終了。ありがとうございます。あずまです、よろしくお願いします。あ、はい、あずまです。ありがとうございます。